立ち寄った立ち寄ったもうちょっと来たよ、さっき。そうあれめくんやったな。うんうんうん。いや、怖いな。おお、まだあったか。うおー、すごいな。これは、てかパターン倒れてもずっと執着しとんな、ちゃんと。そう、消えたもん。上から下にあった。あ、こんな向きだった。あ、これで押して。え、でもあれだ、ぶら下がっとったわ。多分これあんな地面に使えるんだ。違う、これめくやったんだ。あ、めくっとって、この状態だった。めくったら落ちた。めくったら落ちたで、これはな。で、この状態だった。そうやね。あ、この状態。落ちてきたんじゃなくて。あ、この状態？多分落ちた、そっちにまた被ったかもしれないけど。うん。あ、でもちょっとこれ多分上にあったんだ。骨パターンだよ。この板めくったらこいつ持った。ほら、こうやって物置いとったら、こうやってね、蜂が集まってくるんですよ、足長が。これは危ない。あ、新生虫か、この白いんは。これは危ないよ。こうやって物を積み重ねていると、こういう危険があります。雨の日焼け活性が悪いんですね。あんまり動いてない。白いやつめっちゃでかいな。白いやつ結構でかくて、すごいね。幼虫がちょっと上部分だけ伸びて、成虫部分だけ崩して、そういう感じですね。こいつらはまるまる捕獲ってはちょっときついな。この構造的にちょっときついな。正直ではなかったな。これは幼虫いっぱい詰まっとる。これすごいよ。ここにも下の方にも、この暗い下の方にもいます。おお、やっぱ雨の日焼け活性が低いよね。危ない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 。おお、ちょっと動いて動いて。危ない危ない。こういうものを積み上げている場所のね、作業の際は気をつけてください。帰ってきました。仲間帰ってきました。仲間帰ってきたよ。じゃあちょっと駆除するしかないね。ここもそういうせなあかんのでね。ここでいい。え、そこは無理に。ほら、近すぎ、遠すぎる。こう、危ないかな。あ、結構もうガスガスの身みたいに、ファーなるけど、もうちょっとかけて、もうあいつらが消え去るまで。追わない？あ、いけるけども、人間って察知せんけんけど。そう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 、いい感じいい感じ。ずっとかけ、ずっとかけ。もうあんま分かってないじゃん。認知できてないじゃん。上にやっておるやつが怖いんですよ。いけるいける。すごいね、暴れ方が。ほら見て、もう神経麻痺してやられます。こいつ怖いね。見た、こいつ近づいてくと大丈夫ですね。みんな聞いております。動いとうけど聞いてます。これもういずれ死にます。これもういずれ死ぬ。お父さんが、さすがアースだった。噛まれこいつはこいつ、いや、こいつはこいつめっちゃ飛ばしてますね。これね、このノカウチバーと。アースジェット強いね。最近やばいぞ。はい、OK です。これでアースを取るだけ。必要らんな、これ。はい、はい、これ、はい、ゲット。あ、おらんで。あれ？
あ、おらん。これはだから詳しい方教えてください。これはもう成虫、全部成人してオスが終わってみんな冬眠に入ろうとしていた個体たちなんでしょうか。あの集団は分かる方ちょっと教えてください。そう、ほうない。スズメバチが察知してきたわ。足長弱っと見て何匹も飛び回るよ。ほら映ってないっていう。本日は父となるちゃんがね、草刈りを進めてくれております。草刈りと木を覆ったクズを全部払いのけてくれております。ああ、去年積み上げた木やな、これ。もう燃やせるね。ここら辺も、あ、積み上げとんか、これも。これも切ったままだよね。燃やせます。